今夜の夕食はですね、この瀬戸口さんといいまして、いろんなものをいろいろ出してくれて、旅館でもあるみたいですね。なんかね、ほらほら、イノシシカツ丼とか、すごいジビエ系です。今日はこの瀬戸口さんでジビエに挑戦します。なんとこのガラス戸の奥が入るところになってて、すげえ雰囲気いい。あれ泥棒みたいになっちゃうな。あっちが入り口かな。あっちは温泉か、こっちだ。雰囲気あるな、これ最高や。あ、ここでピンポン鳴った。すいません、ここみたいなので、ちょっと開けます。どうぞどうぞ、こっち近くにください。ほら、あらら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 、日本の古き良き雰囲気な、あるね、これ。いろり端っていうの、なんつうの、こうやっていろりがあって、ああ、店長がこんな感じや。ここで飯食うっていうのが楽しいよね。今からここに火が入るんですって。桜井さん、これすごいね。すごいですね、これに火が入って、それでそこでなんか鍋かなんかをつつくと、雰囲気いいじゃない、楽しみやな。エレガントセモンのウソチャンネル、ウーラーバージョン。いいよ。ウサギだけってね、白もじゃもじゃって下に入ってます。ウサギだけ、うん、そう。カモ、カモは食う、カモね、はいはい、カモ肉ね、うん、それネギと、それからあの天然マイタケも入ってる。マイタケと、それとこれがナメコ、ナメコ、うん、で、固定が片葉、片葉、そう。うわ、最高、うん、ね、何これ、この匂い、これ伝えたいけど、ものすごいいい匂いするわ。カモも入ってるわ、もうこれ最高やな。もうこれでご飯食ったら終わりじゃないのって感じだけど大丈夫かな、これ。普通は前菜から食べるんだけど、一番うまいやっちゃから行きましょうかね。これこいつから、これカモなんですよ。カモでね、キノコすっげー入ってるから、キノコとカモで一緒に食べようかな。なにこれ、わあ、もうこれ、あ、うわあ、なにこれ、あ、これ、あー、これダメ、うまっ、あー、これ、うますぎ。おつゆがすんげーうまいわ。天然舞茸も入ってます。こんなん食ってるとね、強くなるんですよ。うざうざうざ、はい。おちあゆって言って、あの子持ちあゆですね。卵がいっぱい入ってます。いただきます。うわっ、あ、なかなか素晴らしい焼き方してんな。目が全然、これも本当にうまい。これ、めちゃくちゃこういうのってね、差が出るんですけど、遠火でゆっくり焼いてるから、本当にうまく焼けてる。おいしい。これまかない料理ね。え？はい。これやろうか。大根の何？これ鮭。うん、あの、鮭の荒巻き鮭だから、今みたいなあのサーモンじゃないやつね。荒巻き鮭の食感、ほとんどね、あれが味が入っついてない、自然の味。じゃあ海の味っていうこと？そう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 、塩分だけだね。そう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 、まあ、これは美味しい。多少はね、ちょっとは入れたけど、はい、うん、そんなに入ってない。いや、ちょっとこれ、あ、ありがとう。うん、よそでは食べれない。皆さんお家で食べてるって感じなの？そうそうそう、あの、正月明けにここら辺、年取り魚が鮭だから、あ、それで、ほら、もったいないから、あ、取ってて、それで大根にするわけ。で、大根が旨味を染みてるのかな。そうそうそう、うんうん、ね、おつゆちょっといただこうかな。うん、おつゆ飲んで。うわぁ、よそにはない、いい感じだ、これは。うん、よそにはないよね。なんとも言えない出汁の味だな、これ。そうそうそう、
で嫌な匂いしないね全く、なんだろう、うん、ねえ今みんなサーモンとかほら油の合いで薄味でね、いやいや使ってますけどね、はい、まともにね、これはうまいわ。あの簡単に言ったら焼き塩焼き鮭を塩焼きしたやつをこのおつゆに入れた感じぐらいでものすごく美味しいです。ちょっとやばい、これ太るわ。うまっ、うざうざうざ、なんすかそれ、すごっ、はい、すごいな、うわっ、焼き肉じゃないですか。そうそうそこの、 あの陶板で焼いてもらって、無地なの焼くやつ、これが無地なね、無地な、綺麗だから、綺麗、わかんないね、美味しいと思いますよ。これが鹿、鹿、うん、で、これがイノシシ、イノシシで、カモ、カモ、うわ最高、これが天然舞茸ね、うん、最高。この上で、あの一人ずつ焼いて、はい、食べてください。先にイノシシ、イノシシから行った方がいいですか、うん、ですね、これ2番目のこいつ、あ、一番これがカモだもんね、これがイノシシだね、イノシシね、イノシシの油でこう油を、下はあのほらヘルシーだから女性向き、パッパって感じですね、はい、無地なはちょっと焼き方は、うん、美味しいと思いますよ。塩と柚子胡椒とあるから、はい、持ってきますね、ジビエ焼肉のジビエ焼肉のカモ、イノシシ、鹿、無地な、これをね、ちょっと塩かけてつけて、うわっ、中うまいわ、うん、強い、うまさが強い、山のエネルギーだね、これは感じる、うん、これこの味噌も美味しいかもしれない。イノシシ最高。鹿を焼きます。鹿はもうイノシシの脂の中で、ね、こんな感じで。こんなにイノシシの味だったらイノシシの味になっちゃうから考えてみたらね、うん、このぐらいだから、このぐらいがいいでしょう。鹿肉いただきましょう。はい、これ、あっ、うん、すんげえ淡白、わあ、しかめちゃくちゃうまい。さっきのイノシシよりこっちの方がうまいかも。今カモがネギ沿って焼かれてます。いい感じです、このカモネギ。炭で焼くと全然違うんだよね、味が。身が柔らかくなるっていうか、香ばしくなるっていうか。ちょっとこれをよいしょ、うん、鴨から出た脂がまたネギに染み込んで一段と美味しくなります。うん、さあ鴨が出来上がりました。この鴨とネギを、鴨ネギでございます。塩美味しそうです。でこの味噌がちょっと美味しそうです。これ、これ熱いかな、焼けするな。じゃあまず身だけ食べよう。うわ、この鴨絶対美味しいわ。これは獣たちの全部のエキスが全部、はあ、いただきます。うわ、なんか卵はね、うん、あのごめんなさい、私の忘れて、鍋のあれ、あ、入れるんですね、あの、すき焼き風みたいな感じでつけてもいいし、うん、好みですから、うん、美味しかった、美味しかった、うん、うまっ。山椒漬けはね、そのこれはね、うちで作って6年ぐらい寝かせてあるから、
醤油と麹と、はい、美味しい唐辛子、あそれをこうこの辛みが美味しい、そうそうそう、で甘くなるからご飯にかけても美味しい、あいいですね、うん、わ美味しい、豆腐いっぱい食べてますね、いただきます、あとはご飯持って食べればいいですね、そう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 、うん、カモ美味しい、ご飯は来ました、最高、うざうざうざ、新米のご飯が入ってるそうです。最高です、これ。絶対美味しいです、これ。やば。いや、これ開けてもらっていいですか？もう冷めちゃったよ。あ、いい、いい感じですよ、うん。新米がメインだということですね。この新米が一番美味しいと。そうそうそう最高です、ね。本当は新米じゃない方がいい。冬を越した方がいい。あ、お米の甘さが出るってことですか？だから、そう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 。だから全てほら、野菜はすべて取り立てとか、そう雪の中に入れるとか、寒さを体験した方が甘くなる、甘くなるんですね、なるほど、そうそう、で米もご飯もね、このしゃもじについたのをね、あの遅い時間にこう食べるとね甘いんだよ、へえ、それ、まあ、体験してみてください、体験する、うんうん、あのしゃもじでずっと使ってるでしょ、うん、でそういうのは舐めないんだけど普通残ったやつで冷めたぐらいのが美味しくなるっていう、甘くなるの、話や、あのでんぷんが糖に変わるから、なるほど、すごい、ありがとうございます、はい、いっぱい食べてください、本日のメインご飯いただきます、じゃん、新米でございます、炊きたてではなくちょっと経った方が甘いということで、うわでも美味しそうやね、やっぱりここもちゃんと土釜で炊いてるからお米がこう生きてるっていうか、わ、ええ感じじゃないですか、これについたのを冷めた時食べたら美味しいと言ってましたので後でやらせていただきます、これに単純に塩ご飯で食べてみましょう、新米だからどうなんだろう、あ、一番のご馳走はお米だって言ってたもんね、あーうまい、ご飯の、あ、甘さとかそういうことも含めて水分感とかが最高です、炊き方がうまい、これあれね、大量のご飯で炊いてることによってお米の味が濃くなってる、あこれはごちそうだわ、米がごちそう、このご飯あまりに美味しいので卵かけご飯にしちゃいました、やっちゃいけないシリーズです、うわこれお米の美味しさをよく知ってる人がやると炊きたて炊きたてって言ってるけどそうじゃなくてちょっと収まった甘さが出たとこが美味しいっていうのがよくわかりました、いただきます、あ、本当に美味しい、日本人はこれだな、うざうざうざ、最後の締めはあのおっしゃってた冷めてしゃもじについたご飯がさらに甘くなりますよって言われたので今日はやってみよう、あ、冷めてます、あ、本当に甘いわ、本当、あ、これは面白いな、うん、何これ、やっぱ田舎の人ってこうお米を大事にしたりするこう一個一個がよくご存知なんだよね、こんなんが一番おいしいなんて何が肉呪文だな、ネイチャー天然舞茸も入ってます